7400人の基礎自治体。745年、文献に初めて、ビコカピエテとして登場する。市中心部のテロ川の岸辺から始まり、城を囲んで発展した。近くのメーダやブリアンツァと共に歴史を刻んだ。1024年以前は、カビアーテ市民は、メーダのサンビトーレ修道院に通っていた。1535年以前は、ミラノとの関係が深く、以降は、 スペイン帝国と強くつながった。1538年までは、周りに池が支配していたが、ギウッサニア、タベルナ、再び周りに池と支配権が移り、1643年には、インベリー後のクレバリー池に移った。第二次世界大戦では、ナチスドイツ軍がコモに撤退する際に通過した。1945年4月25日以降、ファシストとして3人が殺害された。 コモ県南部、ブリアンツァ地方のコムーネ。モンツァから北西へ 13km、県とコモから南南東へ 16km、州とミラノから北へ 23km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。メガバイトは、モンツァへブリアンツァ県所属。イタリアの地震リスク階級では、4に分類される。ありがとうございます。